Hello, you are welcome to my channel. We're gonna watch today, guys. 1 or 8 stage 0 hashtag 1 pro debut. What is this, by the way? I cannot be sure. This is vlog something. Anyway, let's see, guys. Let's learn. If you guys want one of our 10 pins, comment down below and let's go. Ooh. So many language here, oh my god. That's nice. Okay, Opa! Ah, it's okay. Showing Garrett. すごい楽しめたっていう気持ちが強くて、あの時間はやっぱり完璧っていう感覚がすごい難しいですけど、昨日のライブは、We hear from なんか本当初めてのスパサソングハウルソング。本当に自分的にはなんか本当にこう長い期間僕たちを練習してきて、改めてなんか僕たちを見たくて見に来てくださってる方を楽しませることができて、幸せにすることができて、ありがとう。This is so hard to choose vice, by the way, for me. なんか立つことができたから、それが自分にとっては一番印象が大きかったです。That's me. Sub looking good. Okay. Yes. That looks nice. Lord. デビューメンバーが最初から最後まで確信めいた人はいなかったという。That was bad, Paul. 心の底から世界で活躍するアーティストになりたいと思っているのかなって思ったのは正直な印象でした。私たちは YouTube を通じてワープスディグというオーディション番組をやってきました。まあ、実際に今ご覧いただければ分かると思うんですけども、最終的なメンバー決まる時も私たち自身も分からなかった。 OK。 108のアイデンティティとしては、まあやはり日本語の一か八かに由来しているところが一つ大きなポイントで、世界的に今景気が悪い中、まあこのプロジェクトを進める、まあ確信めいたことがあったかと、私たちとしては大きな挑戦だと思っております。はい、僕たち夏頃にデビューをします。長い間待たせてしまった方もいると思うんですが、今回、いやーちゃうちゃうな僕の名前は金井瑞希です。ラップ担当させていただいてます。あ、僕ですか、お父さんですか一時でもなんか声の長さ的にお母さんじゃないっていう人もいましたけど。たけるです。僕のパートはボーカル、ダンスパートです。自分はダンサーとして活動していて、その時の経験とかもたくさん、このアーティストとして活かせる部分がたくさんあると思うので、自信はあります。まだそのカメラの前でこうやって話すこととかが少なかったので、自分が瑞希くんが教えてくれたりだとか、ゲームするときとかに、なんかこうやってやったらもっと上手くなるよとかは教えてくれました。Oh my god. That is so cute! And... Looks so good persons. そうですかね。ここにちょっとダメなやつがいました。僕結構ふざけてます。すいません。飯塚相馬です。ラップを担当させていただきます。マンネやらせてもらってます。Okay. この見た目で。あ、いいヤングスライ。担当させていただきます。マンネやらせてもらってます。この見た目で。
正直マンネじゃないですか。やってます。この見た目で。No, it's funny too. 正直マンネじゃないですか。でもあの見た目は結構マンネには見えない中で、でも中身はすごい大人っぽいんですよ。でもなんかすごいムードメーカーな面があって。磯崎翼です。わあ。磯崎って言わない方がいいんでしょうか。Oh my god, he reminds me some.But I don't know. あ、磯崎って言わない方がいいんでしょうか。ボーカルのメインパートだったり、高音パート担当させてもらって、ボーカルのメインパートだったり、高音パート担当させてもらっています。いやー。バサ君、バサがあのちょっと発言とかがたまにその突発的に出る言葉とかが、これやり直しですか。うー、大丈夫かな。じゃあどうしようかな、誰にしようかな。じゃあ、リョータで。リョータ。リョータこと、B と言います。暴走役というか、暴れ役。自分のペースを乱さないやつだなって多分思われてる気がします。Look so tough! ステージ上だったり、パフォーマンスはすっごいクールなんですけど、あの普段、めちゃくちゃ、アホです。なんだ。Okay。渋谷優香です。That's kind of true。やっぱメンバーに多いんで、めっちゃ頼っちゃうっていうか、やっぱ甘える性格だと思ってます。優香のパフォーマンスはやっぱりなんかちょっと色っぽい感じの男っていう感じが出てて、そこが僕はすごい優香のパフォーマンスで好きな面です。もう僕的には優香はもうザ弟ですね。ぐわーって交差する絵があんまりと思ったから。普通にその場で前行った方がいいんじゃないかって思った。レイヤーです。メンバーの中で一番気遣いというか一番上手いんじゃないかなって思います。よろしくお願いします。レイヤー君、カメラ向けられた時のまあスイッチだったりとか俺見ろみたいな感じの、okay. なんかレイヤー君のやっぱ表情、oh my god. ああこういう見せ方もあるんだとか、こういう目線の動かし方もあるんだ。 I think he's face of the groupユシネオです。結構人見知りなんですけど、メンバーといるときは結構あの明るいかもしれないです。アーティストになりますので。やっぱり僕がこのチームに合流したのが一番最後のメンバーで、僕が加入してから今でちょうど半年ぐらいなんですけど、ネオ君も本当に頑張ってこうついてきて、僕はちゃんとラップ。そのこのチームの中での存在感を示していきたいです。メンバー自身がありのままでいられる、そういうグループになってほしいなというふうに思います。無理に何かこちらが決めたキャラクターを演じさせるとかそういうわけじゃなくて、あくまで自然体の中で、まあ、どういう表現ができるのか、生き切るかやめるかっていうのをやっぱタグラインである、まあ、グループ名1on8って日本語で言う一か八か、本当にゼロから集まった人たち、会社としてもそうですし彼ら個人としても何もないところから始まりました。で夏いよいよ僕たちはデビューをします。めちゃくちゃ挑戦です。Oh, that's nice. Zero. That's a good name. 皆さんのデビューが、間もなく、迫ってきています。それに当たって、huh? 皆さんの Okay, well, we are turning so bad. デビューに向けて足りない部分だったり、Past, まだまだ成長できる部分があると、チームとしては考えています。なので、1on8 ステージ0というプロジェクトを、始めたいと思っています。ステージ0、デビュー前の、まあ、最後の、okay. まあ、訓練であり、 1on8 ステージ0というプロジェクトは日本、韓国、インドネシア、など、さまざま、oh, they're happyインドネシアというプロジェクトは日本、韓国、インドネシア、などさまざまな国、
さまざまな場所。That's nice. Wow. You guys enjoy the show. Right, it's nice. Stage zero. すごいスケジュールなんですけど。Oh my god. I want to. まずタイって。オーストラリア。あ、違う。タイ。インドネシア。ベネシア。あ、違う。待って。もうやばい。No. 4カ国ですよね。Well, they want to visit different country. バリ島。ドイツ。間違えた。な。どこ？え、どこですか？あれ？うわ、絶対思い浮かばない。I couldn't find any Korean video.They don't visit yet, I guess. Maybe they are visiting, but I couldn't find a video on YouTube. Vietnam, Indonesia, that I guess. No.Japan, okay. Let's see.108として初めてのパフォーマンスをしに来ました。OK。こういった人前でそういったパフォーマンスをするのが初めてなので、そういった面で緊張してます。あ、それ、looking so... 一番緊張してる方だと思った。あー、this is cute, so cute. 流してもらって全部めっちゃ狭いっすね。やってこい、やろう。で、本当に位置を気にしつつ移動だけちょっと、本気っていう。ものすごくなんか緊張して。キリサリーダウ。ここの広いところにたくさんの人たちが来てっていうのを想像したら、ワクワクもしたけど、まあ緊張の方がすごく。Could hide。印象でした。今この高校の体育館でライブをする直前なんですけど。デビューメンバーが決まったぐらい緊張します。決まったけど足は結構心臓は動いてます。本当に心臓が今心臓動いてます。結構早い。今日の動きは活発ですね。筋トレ後かな、これは。みんなほら、もう横に。あ、いるさったい。スモース先行生徒の皆さんが待っていると。あ、スクーパーロマン。That's fine. Look at this. That looks so nice.Look at the... That's so nice. Look at them. Why is forgot the name or what?Oh my god, where is the microphone? いよいよ始まるなっていう感じです。ステージゼロ。ステージゼロ。まあ名前の通りステージゼロで、本当ゼロから始めてって這い上がっていくっていうと、
やーすっごい難しい。いやそうですね。あんまり深くは考えてなかったですね。ステージ0とはですね、まあ、僕たちが人前で、まあ、人前って言ってもその身内の人前じゃなくて初めて見るお客さん、僕たちのパフォーマンスを見ていただいて、まあ、どういう反応があるのかとか、このデビュー前でやっぱこうステージ立っていく中で個人的に納得いかない、うわここ良かったからこのままもっと練習続けていいようにするっていう、わ自分磨きができる時間があって、やっぱいろんな環境、いろんな国、すごい発見できる、もうザ・武者修行。本当ステージ0ということで、まあ、1に行く前にしっかりと0で自分の中で土台を固めてデビューに臨みたいなと思います。おお、もう一回テクデビュー前に So powerful move。 ライブであったりとか全然ない機会だと思うからこそ、なんか自分たちの本当にゼロのアーティスト108は日本語でまあ一か八かなんですけど、本当ですか、できるかできないかだと思うんですよ。ああまあいや、うん、だから僕たちに何もあるものないし、一番最初から別に、Oh my god, that looks so cute. 誰もが一番最初ゼロからスタートなの。成功するかしら。一か八かっていう意味の108だし。Bro, this is good. まあいろんな意味があるんです。I love it. 八人で一人のファンを愛すじゃないですけど、一人一人のファンを愛すっていう意味もあるし。いろんな意味があるんですけど、なんか。この自分たちのコンセプトに一番合う。Look at the performer. ビチカバチカでやってやる。Oh, they are performing a lot. なんか強い気持ちを持ったグループ。Oh my. Wow. Sick. Well, I want to watch episode. Dagon, when release date.Wow, anyway, if you guys not put about that, please comment down below and thank you to sub guys. Bye bye.